武者国像3月13日の城に無写真を与えられた、道の区国押し家軍のカスカベマロの名が見え、伊人宮家や東国像ゆかりの人物とされる。全都道府県中最多の前方公園墳が確認されている千葉県にあって、山東県において最高の地位を占める神というカバネを有した武者国像ではあるが、6世紀前用までは領域に、 目立った古墳などは築造されていなかった。しかし、その後6世紀後半に大規模な古墳の築造が始まり、急速に数多くの古墳が築造されるようになった。また、上海上国の宮津湖と加海上国造の領域の間に東国造の領域が入っていることから、暴走の国造性の展開としては少なくとも2段階あったとされ、 5世紀以前千葉県中部から茨城県、埼玉県、東京都にかけての一帯を支配した大海上国とも言うべき勢力圏があったが、6世紀に機内の大王の有力な外石は兄氏の一族である。東国像が進出、大海上国は上海上国の宮津こと下海上国像に分割され、衰退したとする考えもある。6世紀後半に、 本格的な築造が始まった武者国の古墳は数の多さとともに、波に列が現位置を保ったまま乾燥していた、稀有な例であり、学術上の価値が高いとされる芝山古墳群や、他に例を見ない近藤製トースーや近藤製巾着形容器を出土したカブラキ古墳群、三重の修行をめぐらし終末期の古墳としては日本最大とされる大帝言縁塚古墳など、 結出した前方後円墳が築造されており、短期間の築造とは考えにくいことから、紀内における終焉後の7世紀に入っても前方後円墳が築造され続けていたとするのが通説だった。この地域に限らず、6世紀から7世紀にかけて関東地方では紀内をしのぐ古墳が造営され、前方後円墳終焉後の豊墳や円墳については、 大容量を凌駕するものもあるが、その詳細については必ずしも明らかにはなってはいなかった。その中で東国像の領域にある終末期の大型豊墳と見られるだの塚古墳は特に重視され、1985年から国立歴史民族博物館による発掘調査が行われた。この発掘調査の成果の一つに造営時期を 西歴610年代に特定できたことがある。田野塚古墳は、九十九里浜に注ぐ作田川の上流東岸に、営まれた板塚古墳群を構成する古墳の一つで、西の大古墳と不動塚古墳に続いて造営され、その後田の塚西古墳が造営されたものとされている。そして、北東の境川東岸には、五馬種第16号墳を要する五馬種大古墳群があり、 さらに東の木戸川の中流東岸には大抵、か木古墳群が、上流東岸には小池、芝山古墳群があって、この地域には後期から終末期にかけての多くの前方後円墳が存在している。前方後円墳以後の豊墳とされる田野塚古墳の造影時期が特定されたことで、これらの古墳の造営時期も見直され、 現在では6世紀末をもって日本全国一斉に前方後円墳の築造が停止されたと考えられるようになった。また、伊達古墳群、五馬主大古墳群、大帝、株木古墳群、小池、芝山古墳群の4つの古墳群については同時進行的に古墳が造営されたものとされ、この地域にはこの時期大型の前方後円墳を造営した4つの 勢力が存在し、ノの塚古墳が造営された7世紀初めに一つの勢力に修練し、国造性から律令制の成立に向かったことが伺われる。このことは東国造に限らず、同じく終末期の大型方墳を築造した末国造、幕田国造、陰波国造、噛みつけの国造も同様であり、墳形は異なるものの大型円墳を築造した。 無邪市国造や下付の国造にも当てはまると考えられている。ありがとうございます。